はい、こんばんは、ともしーです。今回はね、キアさんが薄子ちゃんと結婚できるようになったっていう話ですね。おめでとうございます。なんか、ひろゆきのツイート、リツイートの影響で、薄子ちゃんのね、彼女の、ご家族、まあお兄さんって書いてあったけど、お兄さんの知るところになって、結婚を許可されたということで、余命3年のね、リキアさんが、子作りもするというようなね、お話でしたが、まあ、大変だろうなっていうね、気がしますね。まあこれは愛こそのなせる技、愛のなせる技なんでしょうけど、なんで大変かっていうと、だって子供はできるでしょう。まあ、リキアさん、子供って10ヶ月ぐらいできるのかかるでしょう。リキアさん、余命3年でしょう。だんだんもう、抗がん剤治療とか始まったらガクッとあるでしょう。だから、ね、もうなんか子供を抱けるときは、リキアさんも、病院のベッドにくくりつけられてるとかそういう可能性もあるわけじゃん。で、子供は物心つく前にお父さん死んじゃうわけでしょ。だからよりそのお金残さないといけないですよね。もう母子家庭になっちゃうし、リキアさんさ、その息子ちゃんが他の死んだ後ね、誰か他のいい人見つけて結婚してくれることを望むみたいなこと言ったけど、その骨髄って言ったら結婚もしづらくなるわけでしょ。再婚しづらくなるし、子供育てなきゃいけないわけでしょ。子供育てるのってお金2000万とかかかるでしょ。まあ、大学卒業までとしても、大学行かなくても何千万かかるじゃん。それ母親一つで育てなくちゃいけない、お金、リキアの子供にお父さんがいないっていう問題もありますし、これはいよいよね、その、まあ、ニコ生でもいいですけど、フジテレビとかネットフリックスとか、そういうなんかドキュメンタリーのね、ところと話をつけて、もうこの力也さんあれですよね、生きてるうちに、いかにその子供と薄子ちゃんにお金残せるかを考えなくちゃいけなくなったわけですよ。だから死ぬまでに、もし子供ができたら、できるだけお金を残してあげないといけなくなったわけですよね。これは、結構、あれなんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、だから結構普通に考えたら、息子ちゃんに手を出さない、もうね、僕死ぬから息子ちゃんに手を出さないっていうか、手は出してるんだろうけど、子供を作らないし結婚しないっていうのも全然ありだと思うんですよね。あえて身を引く的なのもありだと思うんですけど、まあでも、まあ、そこは愛のなせる技で、その力也の子供が欲しいっていうことなんでしょうね。よっしゃ作ろうか息子ちゃんみたいな感じで、いやー、すごいですね。愛のなせる技で。感動いたしました。本当でも、だから、ただそれはその、いい話っていうか、まあ、勢いっていうか、そういうのはいいんだけど、現実問題として、力也さんが、に残された母子がね、ちょっと、あんまりこう、晴れ晴れしい未来ではないので、お金、特に金銭面とかでね、なんかうまくいけばいいんですけどね。まあでもそんなこといろいろ考えてたら何もできないしね。何もできないし。まあだから、その、要するに久保田議員がこう養育費を入れない的な感じなバージョンなわけでしょ。だから、まあ久保田さんが、まあね、2人も3人も変わらないっつって、こう養育費入れてくれるとか、なんかどっかからね、お金持ちがね、ファンドでも組んでくれればいいんですけど、なんかそういう仕組みないんですかね。クラウドファンディング的なやつ。里親制度みたいな。なんとかペアレントみたいな。モンスターペアレントじゃないですけど。わかんない。でも、その、問題ないのは、その、リキアンチか、薄子ちゃんちがすげえ大金持ち。あ、そっか。なんか、リキアのお兄ちゃんって芸能人とか書いてあったから、お金大丈夫なのかな。子作り自体はめでたいんですけど、ね、それはめでたいと同時に、そういうことができることになってみたら、ちょっと大変だなっていう、現実的な問題も見えてきてしまうので、しようねっていう動画でした。バー。